さん、やっほー、ズボラ主婦のゆみです。今ですね、ちょっと小腹が空いたのでちょっとコンビニ寄ってきました。なんか隣にいるんですけど、でそれで前に私がタバコ吸ってたやつがなんとこれなんですよね。これ前タバコ吸ってました、これ。でももうこんなの怖いみたいな感じでやばい、見られた。で、前髪切りすぎた？ちょっと。なんか眉毛変なんかみたいな感じで、うん、これからおにぎり食べていこうと思っています。ですね、北海道で有名なホットシェフのおにぎりを食べようと思っています。っていう感じで、いただきます。はずい。ベーコンおかかです。ね、内緒ですね、さっきのこと。あ、ではいただきます。ベーコンおかか。ベーコンおかかです。いただきます。っていうか、まだ具材に届いてません。具材はこんな感じ、見えるかな、こんな感じ。うん、美味しい。でも味がご飯に染みてます。久しぶりのお米ですね。おいしい。うまい。てな感じで、ゆみの小腹好き用のおにぎりタイムでした。これも、これ、って感じです。なんで、ではこれからも帰りたいと思います。大食い選手かってね、こんな感じで。あと1個だけ食べてみますかね。こんな感じ、見えるかな。どうぞ。てな感じで、ごちそうさまでした。これどこ咲くの？まあいいや。って感じで、また後ほど失礼します。バイバイ。皆さん、やっほー。今ですね、愛犬と散歩中です。こんな感じで、これからしばらくもうちょっと歩いて帰ろうと思います。そう、こんな感じでいます。はい、こんな雪です。これ、こんな感じです。もうみたいな、こんな感じですね。それでは頑張って歩いて帰ったら夜ご飯です。それでは後ほど。行った。じゃあねー。
皆さんおはようございます。そしてお疲れ様です。そしてこんにちは。そしてこんばんは。元気。いつも見てくださりありがとうございます。これからお弁当作りです。その前にコメントをくださった皆様の名前だけでも読ませてもらいたいなと思っております。まだ眠い眠い。しずこさん、ありがとうございます。そしてみちさん、アイコン変わったんですね。なんかすごい綺麗です。ありがとうございます。そしてミッキーさん、ミッキーさん、雪がね、すごい降ってました。でも今日はね、いい天気かなみたいな感じです。ありがとうございます。そしてじゅんこさん、やっほーって感じで、似てるところがあるっていうことでなんか親近感ですね。よろしくお願いいたします。そしてまみさん、初コメっていうことでありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そしてみかんさん、ありがとうございます。駅祭りね、本当もうなんか今年はやるみたいな感じで言ってましたね。私は多分行かないと思いますそしてあゆさん、ありがとうございます。ね、本当カミカミってなんか疲れますよね。なんか疲れませんかね。本当お互いにうまく喋れるよう頑張りたいですよね。そして千鶴子さん、そして藤田由美子さん、そしてトントンちゃん、ありがとうございます。ビール飲んでね、本当ありがとうございます。そしてひろみさん、ありがとうございます。コミュニティ、コミュニティ言えてます、コミュニティ言えてます。でコメントをくださった、ひろみさん、そしてみちさん、そしてミッキーさん、そして5116くみさん、ありがとうございます。そしてみかんさん、そして痛みえれこさん、ありがとうございます。そしてしずこさん、みかんさん、ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたしますって感じで、もしねゆみの動画に興味を持たれた方いましたら、グッドボタンにチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、これからお弁当作りスタートしていきますということで、愛犬たち帰ってきました。では後ほど、
Thank you.
Thank you.